はい、狂犬病のお話をもっとお聞きしたいんですけど、なんとこれあれなんですよ、罰金制があるっていうことですね。法的には、はい。打たないとですね、はい。20万円以下の罰金あります。皆さん、20万円以下の罰金が課せられます。ね、ぜひ、沖縄予防接種率が低いっていうのをちょっと先ほども伺ったんですけど、これ危ないですよね。ぜひね、皆さん意識してほしいのはですね、沖縄観光立県ですよね。ここで狂犬病が発生したとなるとですね、そうですよね。誰も来ませんよね。沖縄のブランド危ない。がね。これは沖縄全体の問題になりますから、本当でで、す一よ番今ね。危険なのは沖縄だと我々思ってますんで、ぜひ皆さんの県民のね、意識を高めてもらっそうて、です、皆さん。沖縄で狂犬病発生したってことが絶対起こらないようにですね、本当ですよ、意識を絶高対めてほ起こしらいと思います。ない。これでもう沖縄はもう暖かくてね、いいって言って皆さん来てくださってるのに、狂犬病の、ね、危機にさらされるってなったらもう観光されちゃいますからね。そうでぜひ皆さん、そして予防接種って毎年受けるんです。4月から6月までが役所がこう強化月間といいますかね、進めてますけど、一応年中病院で受け付けてますんで、なるほど。これはちなみにおいくらぐらいで売ってるんですか？ですね、初回の登録料を含めて6000円。6000円です。病院によってですけど、4、5、6は大体もうそれで統一なんですね。で、その7月からは若干値上げするとそうこなろんですがか。多いですから、できればもう6月までの間にですね。なるほど。皆さん、6000円でですね、罰金20万円が免れる沖それ縄は、の観光も ね、登録料を守含めてでれ。すから、2年目からは3000円で、そうなんですか。もう全然、だって人間が死んじゃう危ない病気ですよね。そうです。で、ワンちゃんも具合悪くなっちゃうもわちけろんですよ死ね、にもまちすろん。よ。死ぬ前にいろんなね。もう神経症状出ますんでね、それであっちこっち噛みついてきたりしますんでね。かわいそうですよ。もうワンちゃんも人間も亡くなっちゃうわけですからね。もうこれは絶対もう義務化されてますんでね。ぜひですよね。もう世界で5万人も亡くなってる恐ろしい病気です。そうです。でも他にもうも沖なん縄か、から出さないでください。お願い本し当、ます。沖縄からもお願いします。皆さんね、もうワンちゃん拾ってきたっていう方も絶対これだけはやってあげてください。お願いします。他にも何か予防接種ってあるんですか？狂犬病は実はこう法律で決めてるのは人間に効くからでしてですね。で、もう法律で決められたのはやっぱりワンちゃんだけどね、最近少なくなってますけど、やっぱり神経症状を起こしたり、消化器、下痢とか嘔吐で死んでいく、今、ジステンパーって怖い病気がありますけど、それだとか、沖縄でも毎年発生しているのが、パルボウイルス感染症、やっぱりそれも下痢と嘔吐、脱水で死んでいきます。そういったのとかね、あと肝炎だとか、あと人間にもうつるレプトスピラってありますんでね、その辺はやっぱり予防注射がありますから、大体1本の注射でまとめられてますんでね。複合でできるわけですね。もうこれもぜひやった方がいいですよそうですね。ね、ワンちゃんを守るためにはですね、そういった混合ワクチンをしっかりやるといいと思います。混合ワクチンはこれもね、1回なんですか、やっぱり。初年度はですね、幼いワンちゃんの場合はしっかり免疫を上げるために2回ないし3回打ってそうきなんまですすけど、次年度からは大体年に1回です。そうなんですね。じゃあもう年にね、最初の年はちょっと2、3回ですけど、あと年1回ずつでいいということなのでね、もうこれもぜひ打ってあげてほしいですよね。あとちょっとよく気になるのが、保険制度みたいのってあるんですかね。そうですね、保険制度もですね、もう十何年続いてる、老舗って言いますかね、それありますし、そうなんですか。この結構長い続いてるのが2社ぐらいあるんですかね。でも先ほど最近ですね、ネットで調べると8社ぐらいありますそよ。うなんですか。で、やっぱり我々としてはぜひ入ってほしいですね。そうですよね。動物病院ってよく言われるんですけど、高いですよねって言われるんですね。やっぱ保険がないとね、高い感じがしますよね。保険によってですね、半額
保険負担、あるいは 7割保険負担っていうのはありますので ね、いいですよね、うん、あのいろいろありますから、うん、その辺自分に合った保険を選んでですね、はい、入ってほしいです。あ、本当ですね、うん、そうするとさっきみたいにね、はい、様子を見てたっていうね様子を見てましたっていう、それをちょっと減らしたいもんですからね、はい、気軽に来てほしいっていう意味では保険制度はとてもいいかなと思ってます、うんうん、やっぱりもう人間と同じですからいろんな病気にかかるんでしょうしね、うん、そうですね、はい、うん、ぜひ。あと、なんか夜間診療システムっていうのもありますか。はい、ですね、それは有志で、有志というか、はい、まあ、県獣医師会がまとめ役になってますけど、はい、参加可能な病院だけでね、はい、やってますが、はい、年中、今のところ年中無休で、はい、夜8時から12時まで、はい、その間に対応してます。うん、はい、助かりますね、病院が終わった後もね。そうですね、はい、ただできるだけ夜間診療行かないようにね、早めにね、その方がいいですね。確かに料金も割高になりますし、ね、はいはい、これはあれなんですか、例えば自分の行きつけの病院がもう閉まってたら、はい、どっかにお電話すればいいですか。皆さんの病院そうですが、はい、留守電にですね、はい、その夜間の番号案内がありますので、はいはい、それを聞いてそこにかければですね、はい、担当病院につながりますので。あ、なるほど、はい、じゃあ普段行ってる病院にまずかけて、はい、でそこからこう転送みたいにしていただけるって感じですか。転送というものですね、はい、そこに夜間の案内があります。あ、そっか、テロップなんか流れてるわけです、はい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 、そこにかけると、はい、担当病院に直接つながります。なるほど、はい。なんかこれ全県こう今のところはですね、名護から北の方は、はい、名護の先生方が4病院かな、はい、5病院かな、はい、それぞれ協力してやってるんですね、はい、名護から南の方は、はい、それぞれで、あ、全体でどちらかが、うん、一軒の病院が見てますんで。ああ、なるほど、じゃあ持ち回りでこう、はい、毎日担当病院が変わってますね。あ、なるほど。いやでもこういうネットワークでね、みんな守っていただけるってすごい助かりますよね、はい、どうしても救急っていうのもやっぱあるでしょうしね、はい、あと入院とかもあるんですか。やってますよ。あ、そうなんですか、はい、ただホテルと入院とは別なんですね。あ、はいはい、よくホテルやってますかって聞かれるんですが、はい、まあ、それは登録、それも登録制なんで、ホテルやるの。あ、私どもはホテル登録してませんので、はい、入院、まあ、入院はね、はい、まあ、病気のワンちゃんのことなんですから、はい、それはしっかりやっていくつもりで対応をしてます、はいはい、ということはあくまでやっぱり治療の一環としてお預かりするという形ですよね、はい、だから飼い主さんの都合でちょっと預けてくださいというのではないということですよね、はい、お間違いのないようにということですね。でもなんか県内にもあるんですかね、一応ホテル形式。この辺は、まあ、この辺、まあ、新都心のですね、ペットショップが何点かあって、はい、まあ、そちらの方でホテルはやってますからね。ただそこに預けるのもやっぱりワクチンやってないと預かれないんですよ。なるほど、はい、そうですか。ですからそういった預ける必要のある方はですね、はい、やっぱりワクチンを打ってないとできませんので、はい、まあ、私どもで預かる場合も、まあ、そこで断られてくることがあるんですけど、ワクチンを打って、はい、そのワクチンの後の管理だっていう体制で一応預かりすることもありますけどね、はい、なるほどですね。副作用が出るといけないっていう前提で見ることはありますね、はい、なるほど、はい、やっぱり予防接種大事ですね、本当にね、はい、どこへ行くの。そういえば飛行機とかに乗せて運んだりもするじゃないですか、はいはいはい、ああいう時もワクチンやってないとダメなんですか。飛行機はどうなのかな、うん、またでもあちこち移動させるってなったらちょっと心配ですもんね。そうですね、やっぱりそのストレスかかりますんで、はい、ストレスにかかった状態でウイルスとか接触すると、あ、やっぱり負けることありますね。そうですよね。ちゃんと免疫力高めでそういった移動はした方がいいと思います、はいはいはい、旅の行く場合は事前に、うん、あ、今年は何か打ってないのないかなってちょっとチェックして、そうですね、その方がいいと思うんですよ。行った方がいいですね、はい、
これ予防接種ってしたらすぐもういいんですかよ。いや、普通2週間ぐらいかかりますね。あ、そうですか。免疫上がってくるんですね、うん、はい、ってことはじゃあ出発の 2,3 週間前には打って出るといいわけですね、はい、なるほど、はい。あと、ちょっとですね、病院のご紹介をさせていただきたいんですけども、はい、今この後ろに載ってるんですけど、こちらな新都心ですけど、国際高校をちょっと過ぎたあの通り沿いですよね、はい、はい、国際高校から58号線の、はい、国際高校のグラウンドから58号線に向けに行って、はい、そのちょうど中間地点ですかね、はい、そうですね、もうすごい本当に目抜き通りって言いますか、メイン通りの面してますよね、はい、はい、ちょっと地図でお見せしたいと思いますが、このようになってます。ここが国際高校ですね、はい、はい、でこの通り沿いっていうことですので、もうすぐ多分分かると思います。隣にホットモットさんがありますね、はい、お隣ということで、あともう一つおろくの方にも部員がありますね。部員、はい、こちらはジャスコの近くです、はい、ジャスコ那覇店のすぐ裏にあります、ね、はい、あ、すぐ裏、はい、はい、分かりやすいですね、はい、KBC が横ら辺にある、はいはい、そうです、あの通り面したところですね、はい、と、はい、いうことですので、ぜひこちら、近所動物クリニックさんと、新都心の方はおもろ動物クリニックさんですね、はい、名前が違うんですけれども、どちらでも大丈夫ということで、ちなみにあれですか、院内風景こんな感じですね。もうすごく設備も整っていて綺麗な病院で、本当に安心してお任せしてね、なされると思いますので、ぜひ皆さん、スタッフもすごくあきあやと優しい感じの皆さんで、ありがとうございます、ね、いいですよね、はい、何か特に PR したい点とかございますか、PR、 最後に、PR ですか、そうですね、はい、おもろは今本院の方ですね、はい、まあ、男性獣医師2人と、はい、女性看護師3名、はい、やってますが、はい、部員の近所の方でですね、はい、女性獣医師2人、はい、で看護師3名でやってますけど、はい、たくましい女性たちがいますんで、はい、ぜひそちらの方も、はい、ぜひおもろの方はちょっと気の弱い男性人会になってすごい、それなりにしっかりやってきますので本当先生お二人ってすごいですよね。お一人じゃなくて二人体制っていうことは、かなり手術が入っててももう一人、ね、まあ、そういったことを目指してますけど ね、はい、安心ですよね、一人でやるよりはですね、はい、ということです。一応ですね、お電話番号こちらにありますけれども、申し上げますね、おもろ動物クリニックが 861-3911 861-3911 ですね。そして近所動物クリニックさん、那覇市金城の方にありますけれども、こちらが 857-6331 857-6331 ですね、はい、ということで、まあ、いろいろ本当に初心者の私がいろいろお話を伺ってまいったんですけれども、またいろんなお問い合わせなんかもね、気楽に、はい、ぜひお尋ねいただきたいと思います。今日は、那覇新都心にありますおもろ動物クリニック院長の金城さんにおいでいただきました。金城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。